シーベイブ、シーベイブ、プリクラ撮るのなんて久々じゃない？これな、マジでめっちゃ久々だよね。撮りま撮るよ、みんなカメラ見て。ピーマンが消えた。説明しよう。プリクラ機は緑色を背景と認識して合成しているため、背景と同化して全て透明になってしまうのだ。マジメンブレした。やっぱ私は背景を切り抜けない物体だよね。この前、人気のない野菜ランキングトップ3のゴーヤ、春菊、そして私、その3人で撮影した時なんか見事に全員消えたんだけど、なんで人気ないだけじゃなくてリクラからも消されなきゃいけないんだよ。逆にリクラに映れないから人気がないのか。おい、そういうことなんだろ。ピーマン落ち着いて。いいこと思いついた。ピーマンだけ別撮りして右上に貼るのとか良くない？おい、集合写真の休んだ人みたいになってない？ああ、もういっそのこと幽霊として写っちゃえば。ピーマン、プリクラに写らなくてもピーマンにはいいところがたくさんあるよ。そうそう、ピーマンじゃないとできないこともいっぱいあるって。あるって。私にしかできないこと。確かに私はプリクラに映ることはできない。しかし、体の柄を変えられるということは、この特性を生かしていろんなものに変わることができるんじゃないか。なめた、このファッションめっちゃ良き、かびってる。うわー、かわいい。こんな色にも変えられるの、かわいすぎない？めちゃくちゃ漏れてるんだけど。グリーン最高、グリーンしか勝たん。ピーマンに生まれてよかった。結局映れてないけどね。